ギリアム軍はアメリカ合衆国オレゴン州にある軍の一つ。ホイットマンの虐殺後にオレゴン準州政府軍隊を指揮したコーネリアス・ギリアムの名にちなみ、1885年に設立された。2000年における人口は1915人。軍庁所在地はコンドンである。ギリアム軍庁舎古くより、アメリカン・インディアンは漁業、飼料、採集。 貿易を行うため、後にギリアム軍となるこの土地に敷かれたくたびれた道を利用していた。しかし、どの部族もこの土地に定住したという主張は見られない。これらの道の多くは現在でも農地の様々な場所で見ることができる。アメリカ先住民以外に初めてこの地域を訪れた人はオレゴン街道をたどってウィラメット渓谷に訪れる人々であった。 19世紀の後半になると、アメリカ合衆国中西部、東部やヨーロッパから、農場や集落の設置を目論む人々によって定住が始まった。入植者たちの中には、かつて、ウィラメット渓谷に入植した後に、この地に定住した逆移動者も多く見られた。1885年2月25日、この地が、ワスコ軍の軍庁所在地、ザダルズから、あまりにも、 遠すぎるとして不満を訴えたワスコ軍の住民の運動を受けて立法議会はワスコ軍の東部を分群する形でギリアム軍を設立した。ギリアム軍の軍長は当初アルカリに置かれた。その後、高級的な軍長所在地をどこにするかという問題が浮上し、1886年、1888年、1890年に一般投票が行われた。 その結果、軍庁はコンドンに置かれることになった。軍庁所在地問題が解消するや、いなや、今度は、軍の住民は、コンドンに、軍庁舎を設置することに対して、反対の意思を表明した。このため、軍政府は2部屋しか持たない建物で行政を行わねばならず、1903年になって、初めて軍が軍庁舎の建設に予算を充てることが、できた。 軍庁舎は1954年に火災によって消失し、翌年になって現行の軍庁舎に置き換えられた。ギリアム軍はコロンビア側大地の小麦栽培地域の心臓に一致する。軍の経済は農業に依存しており、小麦、大麦、肉牛を筆頭生産物としている。農地は広大にあり、平均農場規模は約4200エーカーに上る。 軍内最多の雇用人数を有する企業は、ウェイストマネージメント社の子会社であり、地域の廃棄物で埋め立てをする企業である、ケミカル・ウェイスト・マネージメント・オブ・ノース・ウェスト社とオレゴン、ウェイスト・システムズ社の2社である。ギリアム軍は1トンの廃棄物につき1ドルの税を課しており、住民1人の平均財産税の約半分にあたる500ドル分を補える額の税を回収している。 回収した税は他の事業の基金としても活用される。飼料、漁業、観光は軍内では2番手の規模を誇る産業である。交通機関も地域経済に貢献している。日本の主要河川であるジョンデー川とコロンビア川はギリアム軍の東西を横切っているが、それに並行して週間高速道路84号線も東西に走っている。 南北に伸びるオレゴン州道19号線は、軍の主要都市を結んでおり、ジョンデー渓谷を横断している。2012年に、集合型風力発電施設として、シェファードフラット風力発電所が建設された。オレゴン州中部に位置するギリアム郡であるが、政治的には、オレゴン州東部の特徴と一致する。 政党に所属する登録有権者の大半は、オレゴン州東部の多くの州と、同じく、共和党の党員である。2008年大統領選挙の際、ギリアム軍の有権者のうち58.36%が、共和党のジョン・マケインに票を投じ、38.74%が、民主党のバラク・オバマに票を投じ、2.88%が、第三政党の立候補者に票を投じるかあるいは、 ライトイン,キャンデ,ィデートであったこれらの値は、それぞれ66.3%、32.5%、1.2% 32. の結果となった2004年大統領選挙の時に比べて微細ではありながらも確実に民主党への転換が見られる。アメリカが州国国政調査局によれば、ギリアム軍の総面積は3167平方キロメートルで、 そのうち3119平方キロメートルが陸地、49平方キロメートルが水面であった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構成素先構成年齢別人口、構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。